我らの愛しの故郷レベリオン、ただいま。大きい声出すなって。揉めねえくせに調子に乗るからだろうが。誰が兄に酒なんか飲ませたんですか。コルトが欲しそうな顔してたから。まったく、ピークちゃんの思いやりを車両中に吐き散らすなんて。昨晩は黙らせるべきだった。昨日はまんまと担がれたんだってな。だってコルトが。いいじゃない、担がれるうちが花だよ。実際大活躍だったんだもん。ピークさん、じゃあな、しばらくゆっくり休めよ。いえ、父さん。ジーク、じいちゃん、ばあちゃん、ただいま。立派に務めを果たしたな。いや、まだだよ。コルト、マルコ。コルト。あ、母さん、母さん。ガブリン。ガブリン。ライナ、疲れたでしょ。帰ってゆっくりなさい。母さん、そうさせてもらうよ。としてはですね、嫁に出すにはまだ早いかなと思うわけです。あいつもまだ若いし、これからいろんなことが。エルヴィン団長、答えてください。今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか。死んだ兵士に悔いはないとお考えですか。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は、調査兵団の支持母体を失墜させるには十分であった。エルヴィンを含む責任者が。イヴァンのものだ。出発するぞ。